ちょっとクランクのボディのダブルスイッシャーで、ペラがでかいからあんまりその直線的な泳ぎしかしてないかなと思ったら、意外にねこれね、こうくるっ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 て、さっきの泳ぎ見てもらったら分かる、くるっ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 てこうちょん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 とね、平を打ってくれるから、まあただ巻きでも使えるし、ストップ&ゴーでも普通のスイッシャーの使い方もできるし、あのこういうね、ちょこっとこう アクションさせながら使うことも可能だよね。投げます。止めます。魚がちょっと集中しようね。寄ってきましたね。行きますよ。動かします。ちょっとついてきてますが、食いません。みたいなね。よし、来た。えい。ちっちゃいけど1本目ということで、はい、もうあとないよ多分。ボディがねクランクっぽくなってて、まあ浮力がね持たしてあるから、こういうちょっとひし毛が薄いぐらいやったら完全にこう回避しきるよね。ダブルスイッシャーで、しかもプロペラがでかいんで、こういうちょっとねストラクチャーの多いところはこの浮力生かして回避はしやすいかなと。いいですよ。よっしゃ、今度でかいぜ。いいサイズやで。